剣打襲撃7番勝負第5戦シングルマッチ30分一歩勝負を行います。青コーナー185ポンド剣打、あえて言う三沢受けて立つ剣打、中コーナー255ポンド三沢光晴、剣打の膝には肘で対抗しよう三沢光晴。剣打襲撃7番勝負第5戦、ここまで4戦して1勝3敗で迎えました第5戦、相手は三沢光晴です。30分1本勝負のシングルマッチ、初代そして第5代の GSC ヘビー級チャンピオンであります三沢光晴、その三沢に挑みます剣打です。さあ今ゴングが打ち鳴らされました。剣打襲撃7番勝負第5戦、剣打の相手は三沢光晴です。まだ組み合いません。リング中央組み合った、そしてエルボー、剣打がエルボーを打ち込んでいきました。一発目を放ったのは剣打です。三沢の目の色が変わったかもしれません。放送の解説は丸藤直道選手です。丸藤さん、はい、剣打がいきなりエルボーを打ち込んでいきましたね。そうですね、まあ彼の好きな打撃戦になるじゃないですか、はい、あそして打撃といったら剣打はもうこの襲撃7番勝負の言葉通り蹴りですよね。そうですね、はい、だからそこら辺のヘビー級よりはもしかしたら一発っていう意味では勝つチャンスもあるかもしれないですね。なるほどね、うん、ケリーがエルボーで応戦しています。アームホイップ、そしてヘッドジーダス切り抜けました。そしてアートエルボー、至近距離の三沢のエルボー。試合前に三沢選手に話を聞きますと、はい、やっぱりあの健太の蹴り、これはやっぱり要注意。そうですね、まあ、僕はパートナーだからいいですけど、はい、あんま受けたくないですけどね。そうですか、そしてこの三沢の方が健太を場外に落としましたね、今放送席の前です。さあその健太を傑作です、激しく振っていきました。ここまでこの三沢選手のこの攻撃いかが見てますか。そうですね、まあ、そこまで出させる健太も、すごいですけど、やっぱもう一レスラーとして社長は見てると思うんで、僕とシングルここでやった時よりは厳しい社長なんじゃないですか。ああそうですか、あの時にはね、花道を帰る時に三沢選手の背中に背負われて帰ったことがある丸藤選手ですが、さあ今日の三沢はその時以上に厳しい、そうなると思いますね、この剣打襲撃7番勝負、ここまで4戦して1勝3敗、1月に始まったこの襲撃7番勝負、ゲレーラ戦で勝利したんですが、3月このリファで行われた小川義成戦では敗北、5月後楽園ホールで秋山戦、そして6月27日後楽園ホールで高山戦、いずれも敗れていますこの剣打です。そして5戦目を迎えた剣打、今宵の相手は三沢光晴です。この三沢光晴もかつてタイガーマスク時代猛虎7番勝負に挑戦したことがあります。86年10月、ヘビー級へ転向を果たして間もなく1年となる頃、この三沢光晴のタイガーマスクとしての猛虎7番勝負が行われました。八津義明、ランカスター、ビッグフレア、アシュラ原、天竜源一郎、テッドデビアス、ジャンボ鶴田と戦って3勝4敗。その頃見てますか丸藤さん。いや見てないっすね僕、でもこのメンバーを見てどのように思いますか。すごいですね今、すごいメンバーですよね、そしてこの健太が戦っている7番勝負の相手というのも、ゲレーラ、小川、秋山、高山、そして今宵の三沢、ものすごい面々、あーと胸元へのキック、そして溝に入ったんですね、あーそうですか、あーともう一発打ち込んでいきます。連発で打ち込んでいく、ニュートラルコーナーを背にしているのは三沢光晴です。そして腰を落としました。
ちょっとこの三沢の表情いかがですか。そうですね、一発三沢に入って、はい、そこからちょっと、うん、ペースが乱れた、ね、変わりましたね、うん、そういうのが打撃の一番 の、 その長所っていうか、はい、ええ、うん、あ、下からペンキック、そしてエプロンサイドからロープを使って、あー高ーいドロップキック、さあカバーに入った。この一連のケンタの動きいかがでしょう。いや、いいんじゃないですか、自分の得意な打撃を追い込んで、はい、なおかつ飛び技もできるっていう、はい、もうこのケンタそして丸藤選手タッグを組んで、去年7月から初代の GSC ジュニアのタッグのチャンピオンとして7度防衛、王座に君臨しています。そしてこの三沢小川の持つ GSC タッグのベルトにも挑戦しましたね。そうですね、まあ、それだけ頼もしいパートナーです、はい、5分経過、5分経過、健太今挑発的に三沢選手の真似をしましたね。そうですね、エルボー打ち込んで、そして自らロープに飛んで、あーたーランニングエルボー、三沢の得意技のランニングエルボーを放っていきました健太です。胸元へのキック2発、そしてちょっとを放って、あと顔面への張り手、お、三沢が防戦一本になっています。あーエルボー、怒りのエルボー、鬼の表情の三沢光晴。三沢さん張り手嫌いな人ですからね。あ、そうですか。でもそれを知っててわざと、うん、ケンタは打ち込んでったわけですね。ですね、まあ、社長の顔面張る人間もなかなかいないんじゃないですか。不細工の膝蹴りというのがありますが、はい、今日は社長だから名前を変えることなく、うん、不細工への膝蹴りで行きたいというふうに語っていたケンタなんですが、とんでもないやつですね。その不細工への膝蹴りをこの三沢ミサルに打ち込むことができるかと。ローリングでエルボー鋭角に入ってましたね。そうですね、あえてそうしてるのかもしれないですね。さあまた再び苦しくなりました。しかし這い上がってきますケンタ。1981年3月12日に生まれました、23歳。そしてこの三沢ミサールは1981年8月21日にプロレスラーとしてデビューしました。キャリアは23年。ケンタにとってはもう生まれた時から三沢ミサールはプロレスラーでした。初めて三沢さんの張り手というのを見ましたね。あ、そうですか。僕はファンの頃からでも初めてかもしれないですね、はい、あ、23年のキャリアを持っていながら初めてかもしれないと、うん、ね、それだけケンタの攻撃が激しかった。そうですね、それだけ感情を揺さぶってるっていうことですね。あ、なるほどね。感情を揺さぶるといえば今ツアー8月24日山形でシックスメンタッグマッチ、はい、三沢選手の前で鈴木小太郎選手に対してエメラルドフロージョン出しましたよね。あ、それ僕見てないんですけどね、ちょっとですね、まあ、とんでもない野郎ですねやっぱりね、その、まあ、強い心臓を持ってるわけですよね。強い心臓なんだか、はい、怖いもの知らず、怖いもの知らずっていうかバカっていうかね、うん、でもパートナーとしてはもう心強いんじゃないですか。まあ、そうですね、頼もしいですね、さあケンタの苦しい戦いが続いています。リファ有明はケンタを声援する声が飛び交っています。さあそのケンタを捉えて、これも厳しい角度でエルボーが入りました。さあそして三沢が踏みつけます。ぐらっとケンタを踏みつけていきました。社長はそこら辺のヘビー級ではこうついていけないスピードがあるんですよね、社長。あ、なるほど、ジュニアの動きについていけないんですよね、かつてこの三沢光晴自身もジュニアの選手でしたからね。そうなんですよね、あの体でそのスピードがあるってのはすごいですね、はい、なるほどね。185cm 110kg の三沢光晴、対する健太は 173cm 80kg です。あーとエルボー、すぐさまエルボーを打ち込んでいきました三沢です。これだけエルボーを連打する三沢というのも久しぶりに見るような気がするんですよ。そうですね、はい、でもまだケンタも目は死んでないですからね、はい、なるほど、はい、セカンドロックからアートヘッドスーザーソイップ、そして今度は顔面へ